ランポジションかなと思ったけど違った。郵便の街の中に行くから必ずね、ヘルメットやら盗難に遭わんのですね。はーい、はい、盗難に遭うんよみんな。はい。オートポリスなんか来たことあるか？あ、オートポリス、はい。あとはもうゴルフ場やったり。それはギアさんなんだね。川崎がね。こうやって忍者、お前たちが忍者と DBR。そうですね。よかったよかった。よし、じゃあ広島まで帰るんで。はい。2時間半か3時間。竹田津港に行くんで今から。はい。4時に着替えるよ。はい。ありがとうございます。意外におっちゃんいい人や。ずっと喋る。なんか情報がねいっぱいありすぎてね、ちょっといいまとめていい？まとめると何ですか？阿蘇の方へツーリングに行ったことと、日本一周したのと、そうバイクがおじちゃんの中では一番は刀らしい。あとあれですね、怪我して救急搬送された時のために消防車を入れとけって話。桜色入れとけって言われた私。マルさんごめんね。そんな桜色の下着入れとかなあかんらしいで。どういうこっちゃっていう。おじちゃんの情報がすごすぎて、千円札の話が一番ちょっとよく分かんなかったけど2年後に千円札になる人の資産らしいです。先祖が千円札の子になる。何者なんだあのおじさんは。刀好きのおじさんっていうか、プリンがぶっ飛んだね。九州旅行すげえなここ。いや、やっぱまあ帰りを取るために行きは取らなかったですからね。まあね、なんか変なおじさんに絡まれるし、いろいろとアドバイスを、はい、コアなアドバイスを、あとチダミルがめっちゃ褒められてた、対応がいい言うて。いやいや、マメさんじゃないんですかあれ。違うよね、あれチダミルの方見て言ってたよ。嘘。ほんとお姉さんは対応がいい言うて。私めっちゃスルーしてましたよね。マジかよ。ロープウェイ乗りたーい。乗りたいこの天気すげえなー。おーカメラのチェックをしていいですか？あ、OK です。はい。うわー、来たー。すげー、まさかの晴れ。やったー。私百発百中。失敗しない女。イエーイ。うわ、綺麗ー。わあ、紅葉してますね。上はね、やっぱこの間のがね、すごいよね。ああ、左入ってゆっくり取ります。あ、そうだね、左入ろうか。このカーブの時に入るわ。うわ、気持ちいいこれ。いやー、これみんな来るべき。うわー、すげー。あー、やりきったよ私。うわー、気持ちいいわ。いや、すごい。太陽の角度も良くない？いいですねー。うわー、綺麗。あー、綺麗。これはすごい。朝とはまたちょっと雰囲気が違って。違うね、全然。なんていうの、阿蘇よりもなんか阿蘇っぽいというかイメージ的にね。ああ、こんな感じなんだ。すげえな九州。ということで取り逃したなんだっけ、由布岳ですかね。寒い。あ、急に冷えるな。来たね、よかった、リベンジできた。リベンジ大成功でしたね。あー、ロープウェイないかな。時間、いや、行ける気もするんですよね。いいんじゃないかな。1時間ぐらいは余裕ありそうですね。あるよね。行ってみようや。せっかくさ、大分来てこの天気はやべえよ。いや、で、行楽シーズンだよ。本当ですよね。行楽シーズンですね。ロープウェイ行こうよ。行ってみましょう。せっかくだだからさあそこまで登れるんですね、ロープウェイ。うわ、ほんとだ。え、絶対行こう。行きたい。え、行こう。並んでたらどうしよう。ああ、結構並んでるかも。確かに次の便なんで30分お待ちくださいとかそしたらもうフェリーが7時の便になってしまうもうそれはしょうがないにしようや。どっからあ、お土産もあるんだああ、そこなんだ。大丈夫？うん、はい。よいしょ。往復です。往復で。はい。じゃあお一人1600円です。はい。コーラお願いします。あ、ちっちゃいのだね。あそこはちょっと女子なんで。あ、にゃんにゃん。にゃんにゃん来た。おーんな。にゃん来た。あ、それは嫌な。ハロウィン来た。ますので、出されないようにお願いいたします。どうぞ。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、つるみを発射いたします。皆様、本日は別の水に。思い出した。私、ロープウェイ苦手だったんだ。うわー。ああ、すげえ。グッズじゃねえの、あれ。上の方をご覧ください。来た来た。青いゴールドが、UFOが下段となります。来て来てる。来て来てる。バイバイしようね。すげえ早い。寒いじゃん風が寒いじゃんえ、すべての発車時刻はただいま毎日0分、20分、40分発と20分間隔にて運転いたしております。うわっ、すごっ、壮大だなこれ。いや、すごい。すごい。おお。すごい寒いな。あれは自動車道か、あの中国を走ってるのねえいや頑張ってくださいって言われるかと思って期待したんだけど、意外に優しかったもう転げて落ちて下まで落ちるタイプだったよ。下まで遊ばなくても、うん、マジでやっぱ厳しいよこっち側に行けそうじゃん。あそこだ、あそこ通ってきたんだ。あの道、見てみよう。あれあれ、あの真ん中のこう来てるやつだと思う。そうなんだ。ついでもそれっぽいよね。うん、なんかあの辺が、うん、あ、そうだ、あそこだろ。どこ？あ、水を止めてます。だってあ、だからカエルを触ったらいいんだ。あ、それちっちゃいのかな、大きいのまで、うん、全部触っとく。もう乗りよるんだ。10度。すごい。10度じゃないんだよ。9度だよ。恋愛成就。なんかそういえば切り株がどうのこうの。もういいか。うん、ちょっとなんじゃないの。これじゃないですか。いや違ったよね。全然違うよね。めっちゃ適当だったね。本当。